お、秀樹さん、お疲れ様です。さっきあのスキヤで止まってるの見ましたよ。え、うん、スキヤで、スキヤ、スキヤ、セブンイレブンじゃなくて、スキヤ、そこの、あー、そうそうそう、いや、下がるかなと思って一回下がって、あ、下げてきたわけ。これ純正の色っすか、なんかすごい感じの名前のやつ。でも笑ってますよ。小村さん、中見せてください。あ、はい、どうぞどうぞ。ええ、これビッチ感が やばいっすよ。後ろがまたすごい。渋いな。うお、すげえ。これは生息してますかね。4人乗りのポーズ。綺麗すぎだね。あ、全然。これはもう水戸で有名なセンチュリーですから。高級感やばくね。やばいっすよ。質感がやばいっすよ。この木の感じとか。このね、すごいっすよ。なかなかっすよ。質感がやっぱりすごいっすよね。やばいっすね。これサスコンのみっすよ。サスコンのみ。エアサスコントローラーのみっすよ。色も何だ、長いっすよ。ランポグロリアスグレーメタリックモリド、全然もう忘れちゃう、感じのやつ、そうそう、すごいね、綺麗に乗ってますね、相変わらず。いやいや、もう3ヶ月ぶりに洗車して、今距離どのくらいだったの？多分 26、すごいっすね、全然見えないです。あとちょっとエンジンルームも、せっかく、あのね、初めて来た。 V12 どうですか？あー、 V12 エンジンやばいんじゃないですか？エンジン これでも26万キロぐらい走ってる。26万キロぐらいですね。俺が乗ったの全然大丈夫、ね、音がやっぱ独特なんですよ。エンジンかなんか2個違うの、要は直録直録でしょ。そうです、こっち直録ので12直録で、こっち来られてもこっちで動くんで止まんない。うわ、やばいっすよ。クリクリーナーを全部2個ずつ。何引っ掛けてるの？何引っ掛けてる？あ、バックですか。もうセンチュリーに乗るとああいうことやりますよ。さすがっすね。あと何かやったんですか？そのぐらい？そうですね。これも純正っすよね。あ、全部純正ですね。これオプションなんですけど。ああ、純正オプション。いやー、すごいですね。でかいっすね。なかなか見ないですよね。燃費はどのぐらいですか？燃費4とかっすか？いや、本当に金持ってる人が乗れる車。5リッター V12 ですから。あ、久保さん、お疲れ様です。あ、久保さん、今日も来ました。はい、スキヤで見ましたね。スキヤで怪しいセンチュリーいるなと。サッカー観戦ですか？明日も。いや、もう、いや、来週から、今週まで休みだったんで、今週何もないから、鹿島アントラーズ、もう行きます、ね、もう、来週からもうずっと静岡行ったり、あっち行ったり、すごいな、京都行ったりしなくちゃならないから、忙しいじゃないですか、センチュリーで行くんですか？あ、そう、行くとこ行く、すごいね、気をつけて、はい、じゃあ、すいません、また、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。